八田地下は、平安時代末期、鎌倉時代初期の武将、鎌倉幕府御家人、下助宇都宮氏の当主、宇都宮秀綱の四男、系図などによる遺説としては、源義朝の楽院で、母は、宇都宮は綱名の娘八田局で、はじめ長家と名乗ったという記述もある。鎌倉幕府の十三人の合議生の一人、小田氏の子祖であり小田城の築城者、 方言元年の方言の乱では、源の義朝側について戦い、功績を挙げる。自称4年8月の源の頼朝挙兵に早くから参加しており、同年には下野国も敵軍事当職を安堵された。樹英2年の義偶合戦に参加。元略元年8月の源の利より,り率いる兵士、追悼軍に従軍。文治元年4月、前年に、源の義経が、 無断人間で頼朝の怒りを買った際、地下も、衛門城に人間しており、頼朝から、鎮税に下校する途中に刑で人間するなど、生け馬が道草を食うようなものだと、小山智政と共に罵倒されている。文治5年7月の欧州合戦では、千葉つね種と共に、東海道大将軍に任ぜられ、福島の浜通りから欧州藤原氏を追い詰めた。研究4年。 ソガ兄弟のあだうちをきっかけに、いとこである、日立大城氏の滝義美きを、北条時政と共に罠にはめて、領地を没収し、自分の本拠地をケやから日立に移し死後に部任された。研究7年には降伏して捕らえられた、平らかを自邸に預かっている。研究10年、頼朝が没し、後を継いだ二大将軍源、頼家の先制を抑えるために結成された13人の、 合議制の一人となる。兼任三年には、頼朝の弟で頼家のおじにあたるあの禅城が、北条氏と共に、反頼家派を形成したことから、先手を打って北条氏に対抗した頼家の下司により禅城を中殺した。憲法六年に死去した。ありがとうございます。